本田忠勝。本田忠勝は、戦国時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。徳川氏の家臣。上佐大滝藩書代藩主、伊勢クワ藩初代藩主。忠勝系本田家総家初代。本姓は、藤原氏。通称は平八郎。徳川四天郎、徳川十六神将。徳川三傑に数えられ、家康の後進として、 現在も検証されている。天文十七年、1548年、安城松、平家、徳川本家の最古産の安城府大の本田市で、本田忠孝の長男として、三河国ぬ方郡倉前、愛知県岡崎市チベット前町で生まれた。天文十八年、1549年、父、忠孝が戦死し、叔父、忠真のもとで育った。 幼い頃から徳川家康に仕え、永禄三年、1560年十三歳の時に、桶狭間の戦いの前哨戦である、大高城兵糧入れで唯人する。この時、同時に幻服した。初首は十四歳の時で、鳥屋根白攻めで忠真の部隊に属し、この時忠真は槍で敵兵を刺しながら、忠勝を招き、この首を持って、何時の手柄とせようと言ったが、 忠勝は、我なぞ、人の力を借りて、もて武功を立てんや、人の力を借りて、武功を立てようとは思いませんと言って自ら敵人に、駆け入り敵の首を上げたので、ただをはじめとする諸将は忠勝をただ者ではないと、感じ入った。今川義元が廃止し、家康が今川家から独立し、織田信長との清洲同盟締結後、忠勝は、上野里白攻めや、 牛久保白攻めなどに参戦した。A66 年、1563年9月の三河、一向一騎では、多くの本大地族が敵となる中で、一向、そう、浄土新州から浄土州に改修して、家康側に残り、武功を挙げた。A69 年、1566年には19歳に、して、旗本先定役に抜擢されて、より五十四期を付属される。以後、 忠勝は常に家康の居城の城下に住み、旗本部隊の将として活躍した。元気元年、1570年の姉川の戦いにも参加し、家康本人に迫る朝倉軍一万に対して、無謀とも思える短期かけを観行。そしてこの時必死に、忠勝を救おうとする家康軍の行動が反撃となって、朝倉軍を打ち崩した。この戦いにおいて忠勝は、 朝倉軍の豪傑、マガラ十郎左衛門との一騎打ちで有名を馳せた。元気三年、1572年の二股城の戦いの前哨戦たる一言坂の戦いでは、偵察隊として先行し、武田本軍と遭遇。報告するために撤退するが、武田軍に追撃され、大久保忠介と共に伝軍を務め、咲したという不利な地形に陣取り、 ババノブハルの部隊を相手に奮戦し、家康率いる本隊を逃がして対戦をお無事に完了させた。この時に、忠勝が着ていたのが、数野の兜に黒い塔どしの鎧であった。同年12月の三方ヶ原の戦いでは左翼を担い、山形正影隊と戦い、撃退している。また最がはけに陣取った、武田軍に野衆をかけ、武田軍を大混乱に陥らせて、 多数の死傷者を出させる武功を挙げる。天正元年、1573年の長篠城攻めでは9月に堀越で坂木原康政党と共に武田軍を破り、獲得した長篠城に入り、城を守っている。天正三年、1575年の長篠の戦い、天正八年、1580年の後天神城、奪還戦にも参戦している。 これらの合戦における、忠勝の活躍は、敵味方を問わずに称賛され、家康からは、誠に、我が家の良将なりと激賞され、影楼が出ると、雲の子散らすなり、手に影楼、頭の角のすさまじき、鬼か人か、しかとわからぬ兜なりと忠勝を読んだ戦竜もある。天正年千年、1582年、本能寺の変が起きたとき、家康は、 忠勝ら少数の随行とともに、堺に滞在していたが、家康が京都に行って、信長の後を追うと取り乱したのを忠勝がいめて、伊賀越を行わせたという。この時、岐路の途中の木津川で船に乗った際、渡し終わった船の船底を、槍の石突きで突き破り、追っ手が使用するのを防いだという。天正十二年、1584年4月の小牧、長久手の戦いでは、 当初、忠勝は、留守を任されたのだが、豊臣法16万の大軍の前に、徳川軍が苦戦して崩れかけていることを聞き、忠勝はわずか500名の兵を率いて、小牧から駆けつけ、五条約500メートル先で、豊臣の大軍の前に立ちはだかり、さらに流線寺川で短期乗り入れて悠々と馬の、口を笑わせたが、この振る舞いを見た、豊臣軍は逆に進撃をためらい戦機は去った。 この豪胆な振る舞いや活躍などにより、豊臣秀吉からも、東国一の勇士と称賛された。また、織田信夫にも称され、北条寺という刀を賜った。徳川氏が豊臣氏の参加に入ると、天正十四年、1586年11月9日、天正十六年、1588年4月とも、十語位下、た、中塚佐大輔に、ち位、任官された。 天正18年、1590年、家康が関東に違法されると、和佐国泉郡大滝、千葉県泉郡大滝町に、坂木原康政と共に、家臣団中、第二位の十万国、一位は、井伊直政の十二万国を与えられる。江戸から遠くなっているのは、不代の将は敵が攻めてくる国境に配置するとの、家康の配置方針による。康政は、 北の真田氏や上杉氏に対する備え、ただかつは、安防国の里見氏に対する備えである。また河村雄は、里見氏に対する備えと見た上で、上佐国内の里見系、北条渓国人層を分断、制圧する絶好の位置で、くるり、佐ヌキとの連携プレーをする位置で、上佐国内の有力国人層の制圧が、目的分析している。ただし、近年の研究では、 大滝城が居城に定められたのは、天正十九年、1591年初頭頃で、それまでの半年ほどの間は、家康ではなく、秀吉の承認を経て、同じ泉軍の万騎城、現在の泉市居城にしていたとされている。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いでは、家康本軍に従軍した。ただし、本田本隊は、 着難の忠政が率いており、忠勝は徳川本陣にあって、豊臣恩子の武将の監視役にあったとも言われる。前哨戦とも言える武が、美白攻めや岐阜白攻めに参戦し、また吉川博家など諸大名に、井い直政と連署の書状を送って東軍方につける、工作にも活躍した。本戦でも奮戦し、わずかな手勢で92も及ぶ支給をあげた。この功績により、 慶長六年、1六百一年、伊勢国桑名、三重県桑名市十万国に移されると、丘陵、大滝は、次男、本田忠ともに、別家五万国で与えられた。これは一説に、家康が忠勝に対して、さらに五万国を増量しようとしたが、忠勝が故事したために、家康が次男に与えたとされている。忠勝は、桑名藩の藩政を確立するため、 直ちに城郭を修築し、慶長の町割りを断行し、東海道宿場の整備を行い、桑名藩創設の名君と仰がれている。晩年は、戦乱の収束により、本田正巳などの若く、文字に優れた者、理良派が、家康、秀忠の側近として台頭し、忠勝自身も、慶長9年、1604年頃から病に、かかるようになり、 江戸幕府の中枢からは遠ざかっている。慶長9年に戦術のように病にかかり、隠居を申し出るも、この際は家康に留されている。その後、慶長12年には眼病を患い、慶長14年、1609年6月、嫡男、ただまさに家督を譲って隠居する。慶長15年、1610年10月18日に、桑名で死去した。 去年六十三、この際に、重臣の中根忠ザと、梶原忠氏両名が巡視し、忠勝の左右に埋葬された。忠勝は臨終に際して、侍は首取らずとも不手柄なりとも、ことの難に望みて退かず、主君と枕を並べて、内死にを遂げ、忠節を守るを指して、侍という、略という言葉を残している。遺書の一節。 侍は首を取らずとも不手柄なりとも、ことの難に望みて知りぞかず、主君と枕を並べて、内死にを遂げ、忠説を守るを指して、侍というと、自世の歌、死にともな、ああ死にともな死にともな深き御恩の君を思えばは、晩年は不遇であったとされながらも、主君、家康への変わらぬ、忠誠心の大きさを物語っている。 経済学者の三木谷良一神戸大学名誉教授や、その次男である三木谷博文楽天会長兼社長は子孫にあたる、それぞれ本田忠明の彦、現存。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。